皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は安倍元首相が日本は中国ロシア北朝鮮の脅威に対してどう対応していけばいいのか、そして気になるプーチンにどうして会いに行かないのか、そういった批判についてもコメントをされているインタビューを紹介いたします。非常に興味深い内容となりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、安倍元首相に問う日本の安全保障戦略、ロシア、中国、北朝鮮の脅威にどう対抗すべきかという記事です。ということで、最近の世界情勢について、安倍さんの視点から非常に貴重な話をされておりました。これを見れば安倍さんが何を考えているかわかりますのと、今の流れというのはまず安倍さんが発言をします。その後に自民党内の中で議論を生んで、そして自民党内から政府に提言を行っていく、そんな流れが生まれておりますので、まずは安倍さんが先端を切って発言をすると、この番組での発言がどんどんメディアに出ていっております。なので今回のテレビ出演は非常に注目ということになります。で、ここであらかじめ言っておきますが、安倍さんは首相在任中にこれをした、あれをした、そしてなぜ首相の時に言えないんだと言われる方が必ず出てきます。もちろん首相の時にいろいろ言えるといいんですが、政府内で発言をするといろんな国に対して影響力を与えますので、言ってしまうと外交上不利になるケースがあるので、だから言えないということになります。そこの区別をお願いいたします。それでは記事に参ります。ロシアのウクライナ侵攻によって世界情勢と国際秩序はどう変わっていくのか、ロシア、中国、北朝鮮と核保有国3国に囲まれる日本の安全保障戦略は大きな変化にどう対応していけばよいのか、BS フジライブプライムニュースでは安倍晋三元首相をスタジオに迎え掘り下げました。ということで本題に入ります。まずは中国の軍事的拡張に対し、日英の円滑化協定は協力。それでは反町キャスター。岸田首相とイギリスのジョンソン首相との間で大枠合意した日英の円滑化協定は、共同訓練などで相互訪問する際に二国間の手続きを簡素化し、滞在中の法的な地位を定める協定。この評価は、安倍元首相、本当に良かった。メイン元首相も強い意欲を示していた。ジョンソン首相とも戦前にロシアと相対した日英同盟は大変強力な同盟だったが、これに近づけていくことがインド太平洋において強力な一つの大きな柱になっていくと意見が一致していた。ということで、ちなみにこの日英の円滑化協定については私もこちらの動画で詳しく説明しておりますので、まだの方はぜひご覧になられてみてください。説明欄にリンクを貼っておきます。反町キャスター、中国のような共通の脅威認識を持つ中での協定か。安倍元首相、当然そう。インド太平洋地域における最大の懸念は中国の軍事的な拡張、一方的な現状変更の試み。バランスを取るためには日米同盟に加え基本的価値を共有する国々がプレゼンスを示すことが大切。ということで、どうしてこの日英の円滑化協定を結ぼうとしているのか、すべてはこの対中国ということになります。軍事的な拡張をしているので、日米だけで対抗しようとするとなかなか大変です。そこで今の西側諸国というのは国際社会で連携して対抗していくということが流れになっております。なので今のウクライナもウクライナを支援する国々が連携をしております。なのでウクライナはロシアに攻められても持ちこたえていて、しかもロシアは負けそうなぐらいになっております。それはウクライナが国際社会と連携しているからということになります。なので日本も中国に対抗するためには国際社会に連携をしないといけません。なので日英の円滑化協定を結ぶことになると、そして将来的には戦前にあった日英同盟を結ぶところまで行くと私は見ております。その第一歩が日英の円滑化協定ということになります。反町キャスター、ドイツやフランスも軍艦をアジアに派遣したこれらの国との協定は、安倍元首相、だんだん同志国を広げていくこと、フランスも太平洋に権益を持っており、太平洋国家としての認識もある、将来的な関係強化が大切。
ということで、日本とフランスもおそらくこの日英の円滑化協定の後にフランスも同じように円滑化協定を結ぶのであと、それはフランスも太平洋に権益を持っているので、フランスとしてもメリットがあるということにもなります。続いて、プーチン大統領は理念や理想よりも現実主義だが間違った。長野キャスター、2021年末からウクライナ国境付近にロシア軍が集結する動きがあった。西側各国首脳がロシアのプーチン大統領と会談を重ねたが、2月24日に軍事侵攻が始まってしまった。安倍元首相、12月8日のプーチン大統領とのオンライン会談後、バイデン大統領が現地派遣は検討せずとコメントした。つまり米兵は出すつもりはないとコメントしてしまったということになります。これがロシアの侵攻を誘発したという批判がある。ドイツ等の反対により、ウクライナが NATO に加盟できない以上、この段階で中立の道を選び侵攻を止められたと考える人も多い。つまりアメリカが派兵するかどうかはまだわかりませんよと、それが中立の道ということになります。そこでバイデン氏が現地派遣はしないとコメントをしてしまったということになります。またミンスク合意にある東部2州の高度な自治をウクライナが実行できず、プーチン大統領は常にクレームをつけていた。アメリカがこれを実行させるべく最大限努力するというコミットができなかったかとは思う。後知恵であり、またロシアの行為が正当化されるわけではないが、ということで、よく今回のウクライナ戦争は原因は一方的にアメリカあると、それはバイデンが現地に派遣しないと言ってしまったので、ロシアが攻めることになったと。そしてもう一つは、ミンスク合意をウクライナが実行できていなかったので、ウクライナが悪いと。つまりアメリカとウクライナが一番悪いと。ロシアは悪くない。ロシアは自衛の手段だ。という人がいますが、あくまでも主権を犯して、攻めてきたプーチンに全責任があります。それは国際法を犯したということになるので、戦争を仕掛けた人間は常に世界から責められるということになるので、どんな理由があっても戦争を仕掛けた者が一番悪いということになるので、なので安倍さんは今言ったことは全て後知恵なので、ロシアの行為が正当化されることは一切ないと言われております。全くその通り。国際社会は皆さん、ロシアの行為は正当化できないということになっております。なのでその考えと違うと、国際社会で連携をすることができないということになるので、そうなると日本一国で守らないといけなくなるので、そういうわけにはいかないということになります。なのでそれを分断しようとしているのがロシアの情報戦です。反町キャスター、バイデン大統領の後、英仏独の首脳がプーチン大統領と会談、効果はあったか。安倍元首相、各首脳に NATO 拡大問題について確約できる裁量権が与えられていたかどうか。かなりの権限と実行力があるアメリカなら信じさせることはできるだろうが、プーチン大統領から見れば疑念もあるだろう。つまりプーチンがいつも言っているNATO が拡大したのは約束違反だ。そして拡大したのを脅威に感じたので攻めたと。で、それをですね、英仏独の首脳がプーチンと会って、いやいや NATO は自ら攻めることはないと。そしてウクライナは加盟させないと。そういう話をしたかもしれませんが、それを確約すると言っても、その権限はほとんどアメリカにあって、プーチンは疑念を抱いたのではということになります。しかし NATO というのは基本的に、NATO からロシアに攻めることはありません。つまり攻められた時のための軍事同盟なので、それはプーチンも知ってるはずなんですよね。なので単なるウクライナを攻める理由の一つとして無理やり言ってるだけなんじゃないかと思います。反町キャスター、視聴者の方からも多く来ている質問だが、安倍さんがプーチン大統領を説得すればどうだったか。これは皆さん興味のある質問だと思います。安倍元首相、私が辞めろと言って止まるものなら、もちろん直ちに止めたい。だが NATO からの権限がない限り交渉はできない。ということで、よく辻元清美氏が、なんで安倍さんがプーチンに会いに行って止めようとしないんですか。あれほどウラジミール、ウラジミールと言って友達みたいになっていたのに、みたいな感じで批判をしております。
安倍さんは NATO からの権限がないので、交渉に行っても何もまとまらないと。そして友人として行っても全く同じです。つまりプーチンは、友人が行って止めれるもんならもうとっくに止まってますよ。プーチンは現実主義派と言われているので、義理人情で判断する人ではありません。だからいくら安倍さんが言っても同じです。しかも安倍さんは日本の総理大臣ではないんですよ。今は無役です。安倍さんは今日本のことを何にも決める立場にはありません。その人が交渉に行って、ロシアに対して何のメリットがあるんでしょうか。つまり辻元清美氏は、そこまで考えない有権者に対して悪い印象を与えたいだけなんですよ。そこを皆さんご理解ください。反町キャスター。人物論としてプーチン大統領と腹を割って話すために必要な構えは、安倍元首相、プーチン大統領は理念や理想を追い求めるタイプではなく、非常に現実主義、ロシアに利益があるかどうかで判断する。なので先ほど私が言った通り、いくら安倍さんが止めに行っても、安倍さんには何の権限もないので、あったとしてもロシアに何の利益ももたらしません。なので会いに行っても無駄ということになります。一国のリーダーが義理人情で戦争をやめたりはしないでしょう。そして一方、現状は全くロシアの利益になっていない、集めた情報や判断が間違っていた、KGB 出身のプーチン大統領は情報を非常に重視するが、独裁が長く続き、彼の気に入る情報だけが入る状況になっていたのかも。おそらくその通りだと思います。なので判断を誤ったんじゃないかなと。もし正しい情報が入っていたら戦争していなかった可能性があります。なので独裁を続けている中国の習近平も間違う可能性があるということになります。続いて、日本は世界で最も厳しい安全保障環境に入った。反町キャスター、日本の周辺では中国、ロシア、北朝鮮という3つの核保有国が脅威となっている。安倍元首相、中国とロシア両方から防空識別圏に戦闘機等の侵入を受け、スクランブル、緊急発進しているのは世界で日本だけ。それは相当の負担で、北朝鮮の脅威を減らしつつ、中国とロシアの連携を弱めていく必要があると考えた。欧州各国首脳にも訴えた。ロシアとの関係では、平和条約交渉の中で軍事的圧力低減を考えていた。現在のプーチン政権の行為は許しがたく、岸田総理の方針は当然。安倍首相が首相時代、どうして頻繁にプーチンと交渉したのか、それはすべて中国対策ということになります。そしてそのためにロシアと平和条約交渉を行ったと。そうなるとまず今、中国とロシア両方から防空識別圏内に戦闘機が侵入してきます。そしてスクランブル発進していますので、それを減らすことができます。そして中国とロシアの連携も弱めることができるので、そのことについては欧州各国首脳にも伝えていたと。なのでプーチンと何度も会談を行ったということになります。なので皆さん誤解があるかもしれませんが、すべては中国と対峙するために行っていたと。そしてプーチンは現在国際法を犯して戦争しているので、制裁は当然ということになります。反町キャスター、安倍政権当時は、ロシアとの緊張緩和のために27回も会談して環境を作る必要があるほど、とにかく限られた防衛予算の中で中国の軍事的圧力に対抗する必要があったと。安倍元首相、中国の尖閣における公船の侵入回数、日本の領空や防空識別圏への侵入頻度は増えている。台湾に対しても、だんだん侵入数を増やし、デファクトスタンダード、事実上の標準的な現状変更を試みている。これは中国お得意のやり方です。だんだん数を増やして標準的にしていくと、いつものやり方ですよね。加えてロシアの脅威も今後高まり、北朝鮮もある。日本は世界で最も厳しい安全保障環境の中に入ったと考えなければ。なのでですね、もう日本が一番厳しいんですよ。今中国、ロシア、北朝鮮の脅威に備えないといけないのに、日本では左派がたくさんいて、日本では防衛費を増やすこともなかなか大変です。なので国民が声を上げて議員の背中を押してあげないと、日本を守ることはできないということになります。反町キャスター、
台湾において中国が武力侵攻した場合にアメリカがどう動くかについてはわからないとする曖昧戦略は、安倍元首相、これが有効だったのはかつて米中の軍事力に圧倒的な差があったから、現在は危険、見直す時期ということで、このアメリカの曖昧戦略というのは私もこちらの動画で詳しく説明していますので、ぜひご覧になられてみてください。説明欄にリンクを貼っておきます。ソリマチキャスター。その場合、一つの中国に対するアメリカの認識が根本から変わる。安倍元首相、アメリカも日本も一つの中国という立場を理解し尊重する立場。しかし彼らの軍事侵攻、軍事統一を認めたことは一度もない。これは何かと言いますと、今アメリカも日本も中国と台湾の立場というのは一つの中国ですよという中国の立場を理解し尊重していると。理解と尊重ですので承認しているわけではありません。承認できる立場でもないので、そういった考え方を理解し尊重していると。なので、もしこれから中国が台湾に侵攻すると、その行為を認めたことは一度もありませんよと。つまり台湾に侵攻したら一つの中国とは認めませんということを言ってるんですよ。そこを中国はよく、日本は一つの中国を認めただろうとよく言いますが、いやいや認めてないですよと。理解し尊重しているだけなんだよと。だからアメリカも日本も台湾に軍事侵攻することは認める立場じゃないよと、それを言ってるということです。そしてアメリカの基本的な姿勢と反することにはならないと思う。中国もアメリカとの戦争は全く考えておらず、摩擦なしに武力統一をと考えている。もうここまで来ると無理でしょうね。ただし今の蔡英文総統は2024年に台湾総統選挙が行われます。そこで後継が誰になるかにもかかってきます。なので2024年というのは台湾総統選もあるし、日本では自民党総裁選もあるし、アメリカでは大統領選もあります。なので2024年という年は非常に動く年になるんじゃないかと思います。そしてウクライナと違い、台湾は小国の国しか国家として承認しておらず、国連にも加盟していない。中国は侵攻ではなく内政問題だと主張する。だからこそ明確にしていく必要がある。なのでもし中国が台湾に侵攻した場合、アメリカは台湾を防衛するとはっきり言った方がいい。その時期に来ていると。それはなぜかというと、かつてはアメリカが圧倒的に中国に対して軍事力を誇っていたと。それが今均衡状態に近づいているので、もう曖昧戦略は通用しませんよと。だからこそアメリカははっきりと台湾を防衛すると言っておいた方が中国は侵攻しにくくなると安倍さんは主張されております。続いては、日本が最低限の打撃力を持って初めてアメリカに期待できる。長野キャスター。年内に改定される新たな防衛戦略の策定に向けて、4月末に自民党が提言を取りまとめた敵基地攻撃能力から名称を改めた反撃能力を盛り込んだ狙いについて、安倍元首相、今までは打撃力はもっぱらアメリカが行使する役割分担になっており、相手はアメリカが行使しないのではないかと思えば攻撃してくる。こちらも反撃の打撃力を持つ必要はある。対象を基地に限らず、指揮統制機能を含むことで、どこに撃つかわからないことが抑止力になっていく。抑止力とは、戦争するのではなく、戦争させない力。もうウクライナを見ればわかりますよね。もしウクライナに核ミサイルがあれば、戦争は起きなかったでしょう。なので、今まで日本はもっぱらアメリカに、攻撃力を頼っておりましたが、そうではなく、アメリカが撃ってくれるかどうかわからないことが、ウクライナを見てわかりました。なのでアメリカが撃ってこないと思えば攻撃してくると。なのでもうそういう時代ではなく、日本も打撃力を持つ必要に迫られたということになります。ソリマチキャスター、反撃能力が相手に攻撃を思いとどまらせることになるのか、安倍元首相、例えば日本がミサイルを撃たれて被害が出て、アメリカに報復を依頼した時に、日本が一緒に行かないとなれば、その瞬間に日米同盟は大変な危機に瀕する。つまり日本にミサイルを撃たれて、何してくれるんだ？じゃあアメリカさん、あとはお願いします。
今すぐに攻撃しに行ってくださいと。その時に、じゃあ自衛隊も一緒に来てと。いやいや自衛隊は行きませんよ。ということになると、その瞬間にアメリカの若者に危険を犯すのかと。そういうことになると日米同盟は危機に瀕してしまうと。相手はそれをもって日米同盟に亀裂を入れようかと思うかもしれない。なので相手は日本が出てこれないと。それを分かっていて攻撃を仕掛けて、日米同盟に亀裂を入れようとすると。なのでやはり最低限の打撃力を日本は持つべき。それがあって初めて、アメリカの打撃力に期待できる。おっしゃる通りですよね。非常に理論的な考えですよね。なので日本が打撃力を持つと、日米同盟というのはさらにレベルアップして非常に強固なものになるんですよ。それがマックスになるのが日本が核兵器を持った時です。なので今日本は核兵器も持っていない、そしてミサイルも持っていないので、実は非常に弱い日米同盟ということになります。続いて、核の傘をより現実的にしていくため報復手順の協議を、長野キャスター、自民党の提言のうち緊急事態時の核の持ち込みと非核三原則について、緊急事態が発生して核の一時的機構を認めなければ日本の安全が守れない場合、時の政権が命運をかけて決断し国民に説明する、2010年の民主党政権時岡田外相による国会答弁を引き継ぐものと、つまり非核三原則の持ち込ませずという議論になります。なので日本の核の傘というのは、日本の中に核兵器を持ち込ませないと核の傘というのはありえないということになります。その時はどういう時かというと、緊急事態が発生した時ということになります。その時に初めて、その時の政権が命運をかけて持ち込ませずをやめるか、アメリカの核兵器を持ち込ませるかどうかを決断して国民に説明すると。それをですね、2010年の民主党政権時に当時岡田克也外相が国会で答弁したということになります。それを今の岸田政権も引き継いでいるということになります。安倍元首相、現在一部の例外を除き日本への寄港はなく、この問題はない。だが今回ロシアが戦術核を使った脅しをしており、今後アメリカが改めて原子力潜水艦や航空母艦を配備するとなった時にどう考えるかということ、つまりロシアが核で脅しをかけてきた時に、アメリカは原子力潜水艦や空母ですよね、そこに積んである核ミサイルをどう考えるかということになります。反町キャスター、アメリカの関与が拡大抑止を含めて鉄壁だということを改めて明確にするというサキ大統領報道官の発言があったが、アメリカの核の傘については今のままで良いか、ドイツのように一定の使用期限に参加する核シェアリングについては、安倍元首相、脅しに屈せず行動させないためには核武装をしていない日本にはアメリカによる保障が絶対的に必要、大変ありがたい報道官の発言だが、必ずアメリカが報復すると相手が思わなければ抑止力にならない。つまり安倍さんは、先報道官がアメリカによる核の傘は鉄壁ですよと言ったんですけども、それは相手が本当に鉄壁かどうか思わなければ抑止力にならないと、つまり先報道官の発言は信用できないのではということになります。そして核の傘をより現実的にしていくため、どのような手順で報復をするのか等を日米で協議し決めていく必要がある。日本も核シェアリングをしろというのではなく、核についての議論を深めていくべきということで、安倍さんは何かあった時にどうやって核の傘を開いてくれるのか、手順を日米で協議しておかないと相手が抑止力があるかどうか認識できないのではと言われております。そして日本は核シェアリングをした方がいいと言っているのではなく、核についての議論を深めておかないといけないというふうに言ってます。岸田首相は、安倍さんが核シェアリングの話を出した次の日ぐらいですね、核については議論しないと打ち消してしまいました。それでは日本を守れないので議論はしないといけないということは改めて言われております。続いて、防衛費 2% は必要な予算であり国際的な責任を果たすこと。長野キャスター、自民党の提言でもう一つのポイントが、
防衛費について NATO の目標である GDP 比 2% 以上を念頭にという部分。安倍元首相、GDP 比である理由は国の力に見合った装備、防衛力を持つということ、国の意思であり国際的な責任を果たす目標、つまり日本の防衛費というのは日本の力に見合った防衛力を持つということと、もう一つは国際的な責任を果たさないといけなくなっているということになります。なので二つの目標があるということになります。それはなぜかというと、中国の軍事的な拡張は世界にとっても脅威になりつつあると、日本は多くの国にインド太平洋地域への軍事的コミットを呼びかけてきた。それに応じてイギリス、フランス、オーストラリア、オランダが軍を派遣した。当事国の日本が 2% という責任を果たさなければ日本は何だということになる。おっしゃる通りですよね。今まで中国が軍事的な活動をしてきて世界で脅威になってますよと。だからインド太平洋地域は軍事的なコミットが必要なんですよと。それに応じた世界各国が軍を派遣して共同演習を行いました。その中で呼びかけた日本が軍事費を増やさなかったらお前一体何なんだと言われてしまうということになります。なので世界の流れは国際的な連携が必要だよと。その中でそれを訴えてきた日本が何もしなければ日本は国際的に連携ができなくなるということにもなります。なので単に日本が 2% を目指していると、それは戦争に向かっていくんじゃないかみたいなことを言っている左翼たちは全く世界のことを考えていないということになります。それが近かった。今の防衛費の5兆円が10兆になるとすれば、使い道は安倍元首相、必要な予算はたくさんある。まず弾薬が十分ではなく継戦能力の脆弱性がある。今自衛隊の弾薬というのは3日間ぐらいしか持たないと言われているので、まずは弾薬が必要ですよね。そしてすぐに大量に作れるものではないので、早め早め作っておかないといけません。そして装備の維持修理にも予算が必要。ずっと建て替えが後回しになっている大社、いざという時のために日頃一生懸命訓練をしている皆さんの住環境をもっと整備していく必要がある。ちなみに自衛隊の皆さんが住むこの大社、必要な予算から優先順位が当てられていくので、ずっとですね後回しになっているんですよね。なので場合によっては雨漏りもするところもあるそうです。それほど建て替えが遅れているそうです。そんなところに住むとテンションが上がりませんし、もうやめたいなと思う隊員も出てくると思います。なので予算確保は必要ということになります。またサイバー、宇宙、電磁波といった分野の研究開発、防衛産業はなかなか利益が出ない中、大手企業は日本の企業だという責任感でやってきたが相当危機に瀕している。これもですね、最近岸防衛省が防衛産業の幹部を集めてヒアリングを行っておりました。そして企業の中でももうやめたというところも出てきているので、そういうところにも利益が乗るようにしていかないと、国産じゃないと信用できませんよね。だから今後は防衛産業も育てていくというところが必要になります。なので今の防衛費5兆円というのはもう全然足らなくて、10兆円でももしかして足らない可能性があります。なのでいち早く10兆円に近づかせないといけません。ということで安倍元首相のインタビューいかがでしたでしょうか。非常にわかりやすくて、安倍さんがどうして今までこんな行動をしてきたのか少しわかったかなと思います。そして安倍さんの発言というのは今後の政治の動きのキーとなりますので、皆さん注目していきましょう。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、またツイッターのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。